人生デパコスのコスメよりも超優秀なプチプラコスメ見つけると超ハッピーな気分になるよね。皆さんこんにちは。前回の英語の動画が想像以上の反響でめちゃくちゃ嬉しかったです。ありがとうございます。ずっとここのとこ長いこと英語で動画撮りたいなと思ったけど、みんながどう思うかわからないみたいな、その英語でやった時にそうどう反響するかもわからないみたいな感じで、その一歩踏み出すことができなかったんですけれども、メイクだけじゃなくて英語の勉強もできるって言ってくれたので、これからも字幕付きの英語動画も撮っていきたいと思います。ちなみに皆さんが住んでるところはコロナウイルス大丈夫ですか？アメリカも最初はちょっとスローだったんですけれども、徐々に悪くなってきてはいるので、ちょうど僕は今学期はもう月曜日で終わるので、そこで春休み入るので、まあ一応この2週間はずっと家の中にいなさいというふうに言われてるんですけれども、真面目な話、皆さんぜひ20秒間手を洗うことと顔をできるだけ触らないということを心がけてください。今日の動画は、最近またみんながインスタのメッセージとか、YouTube のコメント欄でなんかおすすめのものとかたくさん教えてくれたから、結構いろいろと買ったのもあるし、これみたいにプレゼントをくれた方もいるので、まあいろいろとプチプラのものだけを集めて、ちょっと今日はちょっとメイクしていこうかなと思います。まず気になったのがこの下地で、これを使うとマジで毛穴がなくなるみたいな、高校生の実際にお肌つけてみたらこんな風に毛穴が消えたっていう、その写真があまりにもすごかったので買ってみました。今日はねライトベージュしかなかったので、まあ色が合うかわからないけど、これ使うのはこうタティのパフを使っていきます。こう素材としてはね、なんかテディベアみたいな感じのふわふわの素材なんだけど、これでファンデーションでも下地でもいいっていうパフなんですよ。これ専用の動画作ろうかなと思ったんですけど、なんかちょっとかったるいんでもう使います。うーわ、本当に毛穴なくなるんだけど、すごっ。でも僕の好きなこのツヤがまだ残ってるからすっごいいいかも。でライトベージュも僕結構日焼けしてるけどこんなに明るすぎない。いつも僕下地使わないじゃん。その使わない理由っていつも毛穴埋めイコールマットとかこう乾燥する、あと重たいみたいな、そういうイメージがすごいがっつりついてて、それで使うの嫌いだったんですけど、これいやみんなこれマジで買いに行ってすぐに、ちょっとでいいやと思ったら全顔に塗っちゃった。ちょっと待って、これすっごいヤバすぎて、これちょっとお母さんとかお友達の分も買っちゃおうかな。これみんなにおすすめしたい。このお肌の綺麗さが半端ねえ。パネーはほんまにパネー。いやちょっとこれかなりびっくりしすぎちゃったんだけど。ファンデーションも一応あるんだけど、これミセのやつ使っていきます。これもプレゼントでもらったんだけど、まだ売ってるかわかんないんだけど、ミセのヌーディーフィットリキッドリミティッドキットって書いてある。これも同じパフでのせちゃいます。パフの効果もあったっていうのはあるのかな。これ初めて今日使うんだけど、こう肌にしっかり押し込んでるから毛穴も消えたっていうのもあるのかな。いやでもマジでもうちょっと黙らないくらい好き。これこのファンデーションはかなり薄付きで、ちょっとあんまり好みじゃないけど、でもこれの本当にこれのおかげで、なんかこのあんまりパフォーマンスの良くないファンデーションでも綺麗に見える。コンシーラーまたセンザンドのハイライトコンシーラー使います。他になんかありますか？なんか目の下に使えるようなハイライトコンシーラー、みんなが好きなやつ。なんだかんだね、結構自分自身アマゾンで調べたりするけど、結局みんなのおすすめしてくれるものが一番信用できるから、おすすめのものとかあったらぜひ教えてください。ミネラルパウダーファンデにハマってて、こっちのモイストラボ BB っていうやつも買ったんだけど、今日はねリキッドとか使っちゃったから、これ違う動画で使います。少しだけこれ全部セットするためにこれも送ってもらったやつなんだけど、マイコハンのパウダーが好きっていうのを知ってて、このおしろい送っていただきました。これが僕が持ってるやつとちょっと違って、なんか限定のスミレ色で美容液も入っているみたいな。パケもね、なんか僕が持ってるやつよね、100万倍可愛い。この丸くてこのちょっと泡みたいな感じ。みんなこれめっちゃ粉飛ぶ。ちょっと待って、事件勃発してます。っていうか事件勃発のおかげでちょっと大事なこと思い出したわ。もう一つクリームの、商品があります。こちらのミセのリップ&チーククリームのココアブラウンっていうのを買いました。ミセのものもなんでかアマゾンがアメリカに送ってくれるのなぜか嫌いで、なんかいつも買うのすごい難しかったんですけど、最近先週見た時はいろいろと買えるようになったからついにゲットしました。なんか最近ね、粉よりもね、ほんとクリームがなんかすごい好きだから、スリッピングブラシにとって、ち
っと見た目グロテスクになるんだけど、ボブラウンって名前見た時にシーリングになるのかチークになるのかどっちだろうと思ったけど、まあどっちかというとチークだね。すごい素肌感が出るっていうのはある。なんとなくファンデーション塗ったはずなのにファンデーション剥がれたのかなみたいな感じはなんとなくする。ファンデーションする前の肌の色って僕こんな感じなのでまあナチュラルっぽくなるっていうことで、予想通りね、あのベスコスでもこれとちょっと違うマイコハンのパウダー出してすごいお気に入りってたから、これも同じ感じであのふわっとします。ここのツヤは残したいから顔の中心と鼻だけを、パウダーセットしたって感じで、で眉毛をちゃちゃちゃっとやってきます。で眉毛埋めたんですけれども、これも買ってずっと狙ってたのに送ってくれないのが悔しくて、このビセのアイブロウマスカラなんですけど、これ昨日使ってみたところマジでよかった、マジでよかった。あのずっと MAC のブローセットっていうのが好きだったんだけど、もうかなわない、全然もう天と地ぐらい違うぐらい好きちょうどよく程よくこう眉毛をこういちいちペンシルで埋めなくてもちゃんと色がついてくれるし、しかも何よりもう塗り付けされるんですよ、マジでこうベタってつくので、僕みたいに毛が太いとこうもう1時間2時間ぐらいするともう全然眉マスカラの意味がなくなってるってものもあるんだけど、これはマジでいい、マジでいい。最近髪の毛全然染めてないんだよね。髪の毛が真っ黒なことってそのすごい久しぶりで、この前マックの友達と晩ご飯に行ったら珍しく毛黒いんだねって言われて、髪の毛の赤とかしてた時とかめちゃくちゃ好きで楽しかったんだけど、なんでだろう、なんか看護学校始めてからなんかやっぱり赤い髪の毛とかで学校行ってるとちょっとなんかふざけてるのかなみたいな個人的な心理なんだけど、なんかそういうのがあって、茶色とかならいいけどなんか赤とかそういうのちょっとやめとけと思うんだよねでアイシャドウに続く前にちょっと少しシェーディングしていきます。このフーミーのがあるんだけど、フーミーってプチプラなのかな、ちょっと教えてください。あのちょうどプチプラのような、でもデパコスじゃないようなその中間みたいなどこにあるブランドじゃないのかなと思うんだけど、もしこれがプチプラブランドじゃなかったらキャンメイクのノーズシャドウパウダーも使ってください。どっちも好き。少し大きめのブレンディングブラシにとって眉毛の真ん中、そして黒目の真ん中、そこを中心にこうやってシーリング入れて、こう眉毛の中にも入れちゃいます。最近始めたのがこの同じコントアパウダーを取って、こう唇の下だけじゃなくても上にもこう完全に周りに塗るようにしてます。これは完全にあのアメリカスタイルのこうコントアリングなんだけど、こうすることによって上、後でリップを上にのせることによって大きく見えますこのユアグラムの使うのすごい楽しみなんですよね。これもこう全然プチプラのやつで見えないというか、こうマックにもこう9色入ってるやつとかってあるんですけど、なんか 3CE っぽくもあるよね。もっと高いブランドでいっぱいあるじゃん、なのにこんな安くで こんな買えるっていうのがすごいなと思って。で僕はね、明るい色から使っていくのが好きだから、このオレンジの強い暖色のこのブラウンをしっかり筆につけて、あ、ちなみにこの筆、あ、また先に言えばよかった、この Amazon で買った6プラスのやつなんですけど、めっちゃんこいいです、ね、筆とかめちゃくちゃうるさいし、あの高いのもいっぱい持ってたりとかするんですけど、全然パフォーマンス的には劣らないです。ここは適当なステップで、ここは普通にシェーディング乗せて筆を横にして、で作業最後をこう跳ね上げるだけ。次に少しこのラメが入ってるんだけど、この優しいテラコッタの色を筆に取って、ちょっと粉落ちがすごいっすね粉落ちがやばい。今跳ね上げたとこと目尻に空いてる部分があるから、そこに埋める感じです。でこれは跳ね上げるというよりも丸く入れます。コスパはめちゃくちゃいいと思います。最近アイシャドウってさ、みんな結構すごいいいの出してきたよね。なんか下なんだけど、こちらもインスタのなんか教えていただいたあの方がいるんですけど、ケイトのマンガジェニックライナー、セーラームーンの動画撮った後に送ってくれたんだけど、もう名前からしても見た瞬間にはいって感じでしたねあの中身はこんな感じで、ハイライトと茶系と黒を使って、この少しちっちゃい筆も入ってるんですけども、これを使って漫画っぽい目が描けるみたいな。この真ん中の茶色の色を取って、これを下のラッシュラインにきっちり、このハイライトをこうついてきた筆の先につけて、この目頭の下の方に、おままごとかよちょっと待って、筆ちっちゃすぎて何もできないんだけど、ハイライターそんなに見えないな。これだったらまだこっちに入ってるハイライターの方がいい感じですね。はい、付
けまつげもするとこんな感じになりました。新しいマスカラでキングダムっていうのは初めて使うブランドなんだけど、昔からね、みんながキングダムキングダムって言ってて買えなかったの寂しかったんだけど、ついに買えるようになりました。見ての通り2ステップの、マスカラで、下地をつけてからマスカラをするってやつ。やっぱさ、下まつげっていうのも大事だよね、この違い。今日なんかめっちゃメイクの仕上がりいいね。プチプラのコスメだけとは思えないというか、もうそういうの言うのやめようか。もう最近さ、プチプラコスメもさ、デパコスもさ、関係ないもんね。ほんとテクニック次第でどうにもなるって感じなので。チークもこれ多分新しいと思うんだけど、これ見てちゃんと筆の入れる場所もあって、チークはこんな感じです。なんかスック思い出さない？なんかスックこういうチークあったよね、確か。で、断捨離の時もハイライターについてきた筆のことを角質ケアじゃねって言ってたんだけど、これはね、ちゃんとすごく柔らかい。なんかちゃんとインプルーブしてる。まずこの明るい色の方のピンクを、なんか色んな意味でなんか少しハイライトっぽくもあります。パステルなどはあるんですけど、粉チークなのでマットになるのは当たり前なんですけど、ちょっとマットになりすぎかなっていう感じはあります。色はね、すごく変わってるというか、なんとなくね、ユニコーンっぽいエフェクトが出ます。ちょっと僕的の好みじゃないけど、でもちょっとユニークなチークかって言われるとすごいユニークだと思う。で、ハイライターも、これオーロラミントっていう色が出たみたいです。最近はね、日本もね、いろんなメイクのバリエーションが出ててめっちゃ楽しいですよね。実際にね、緑に見えるっていうよりもこう、肌を明るくして見えるって感じなので、多分このパールハイライトの中でどれが一番好きかって言ったら、多分この緑のやつが一番好きかも。リップで終わりなんだけど、リセのクリスタルデュオリップスティック、こんな感じのやつ。クリアンドこれがあって中身に色があるみたいな。色番はね、 PK864 番。思ったよりもめっちゃ明るいこんな感じで、肌色のクロスだったら何でもいいので、それを上に。で、もう一回ピンク出します。こんな感じで完成です。どうでしょうか、今日のルック。人生デパコスのコスメよりも超優秀なプチプラコスメ見つけると超ハッピーな気分になるよね。今日使ったメイクは全部、本当に全部、特にこの3つのアイテムはぜひ皆さんにチェックしていただきたいなと思いました。このセザンヌのベース、毛穴ゼロにしたい方は買ってください。オーロラミントのやつがちょっとびっくりしたけど、一番ナチュラルに見えるっていうか、ガラス肌に見えます。アイシャドウが そんなに高いの欲しくないけど、クオリティ高いのが欲しいっていう方にはめちゃくちゃいいと思います。で、最近ね、またちょっと韓国っぽい感じの BTS とかこう見るようになってきたから、こうちょっと韓国メイクしたいなと思って、でそれをね、また英語でやりたいなと思ってるから、まあちょっと次にそれやるかもしれないです。はい、それでは終わる前に皆さん、5月10日もうすぐ来ちゃってるんですけれども、母の日に登録者数10万人目指してます。マジで頑張ってます。なのでぜひ動画が良かったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。また次の動画で会おうね。バイバーイ。